こんにちは、ベビチューブです。お産が進んでくるとだんだんと生きみたくなってきますよね。でも子宮口が全開になる前に無理に生きむと赤ちゃんも苦しくなってお産が進まなくなってしまいます。今回は生きみたくても生きむのを我慢しなくてはならない生き見逃しについてお話しします。まずは自分にとって楽な姿勢をとる。横向き、四つん這い、椅子に座る、歩くなどいろいろなスタイルがあるので自分が一番楽だと思える姿勢を試してみてください。私は常に横向きでしたね。一番楽でした。その時に力が入る箇所にクッションや抱き枕を置くと力が抜けるのでおすすめです。次にグッズの活用。テニスボールを肛門あたりに押し当てるのはよく知られている方法だと思います。他にも野球ボールやゴルフボールも活用できます。痛みが不安なままは入院準備品のアイテムとして加えておくといいですよ。またタオルは汗を拭いたり握りしめたり顔をうずめたり対応できるのと、愛用している柔軟剤の香りでリラックスできたりもするのでおすすめです。他にも腰や尾底骨のあたりを押したり手を広げて力が入らないようにこわばる体ができるだけリラックスした状態になるように心がけましょう。少しでも陣痛の痛みが和らぐように自分に合った方法を見つけてみてくださいね。